はい、宇宙っていうのはもともと無という状態から生まれています。プラスとマイナスのものが、まあ、打ち消し合って相殺された状態での無ですけども、そこから、10のマイナス44乗秒後に10のマイナス33乗乗センチという小さな宇宙が生まれます。でそこからインフレーションが起きて1センチ台の宇宙になってから、その火の塊、プラズマの塊がさらにビッグバンによって今の宇宙が構成されていってるわけですけど、実は最初のね宇宙の状態を考えれば、宇宙に今存在している力、主な力は4つですね。5つあるんですけど、5つ目はね宇宙を膨張させる力、それ以外の力4つっていうのがありましたよね。まずは重力ですね。重力、そして強い力で、弱い力で、電磁力、この主な4つの力、これらは、実際は最初は1つだったはずだということなので、この4つを1つの理論で、説明していけるはずだと考えて、物理学者の人たちっていうのは今研究を進めています。例えばこの強い力、弱い力と電磁力に関しては、ワインバーグサラム理論、ワインバーグサラム理論で、今説明がついています。しかしまだ強い力まで含めた大統一理論や重力まで含めた超大統一理論に関してはまだまだつながっていかない状態です。で実際今、先日ね話をした通り、原子っていうのは原子核があります、電子が回ってますっていう構造だった。高校物理まではこれが最小単位として考えてよかった。しかし、実はこの中に陽子や中性子が入っているんだけれど、その陽子や中性子の中にも、クォークが存在していた。これがまあ素粒子と言われているもので、で実際この素粒子っていうのが世の中全てを形作っているんだよって話をしたんですが、実はこの4つの全ての力を説明するときに、この素粒子よりもさらに小さい存在を、前提として考えていったらいいんじゃないかと考えた人がいるわけですよね。でそれは一体何かっていうと、この素粒子も実は、素粒子の中にも実は、こういうものがあると。これ理論名聞いたことあるかもしれないですけど、超紐理論、超弦理論と言われているものです。超紐理論です。実は素粒子というのは紐の振動状態で表現されているのではないかという話です。これ前提としてなんですけど、前提として考えていくと、物理学っていうのは例えばクォークとかヒグス粒子もそうですけど、そういった粒子が目に見えて初めて発見ってわけじゃないんですよね。ある粒子を仮定してこういう状態でこういう値のものが存在するはずだっていうものを実験で証明できれば、それは存在が示されたことになるっていう話なので、実は抽象的な話ではあるんですよね。データとして理論上それが証明されたというだけで、存在があるかどうかっていうのは確認されていない。だから、素粒子っていうものももちろんそうですけど、超紐理論っていうものも実はそういうふうに考えれば全ての辻褄が合うよねっていう発想なんですよ。発想なんですよね、一つはね。で、超紐理論に関してはこの2つの、一本線と輪っかの2種類の紐の振動の状態によってこの世は形成されているのではないかっていうのが考えられています。で、この超紐理論のな、この紐の長さね、この紐の長さっていうのは、10のマイナス35乗メートル、要するにプランク長さですね。はい。で、さらにこれが1回振動する時間っていうのがプランク時間と。10のマイナス44秒、よちゃちゃ。10のマイナス44乗秒ですね。ものすごい数ですけど、それがそれぐらいの小さな小さな紐。で、素粒子は実は10のマイナス18乗センチぐらいなので、プラスと10のマイナス33乗センチぐらいですけど、この、素粒子の中にさらに小さな小さな紐があって、その小さな紐が振動する、その振動状態によって素粒子の形というのが、まあ、役割とかっていうのが決まって、そしてそれが全ての世の中を作っているみたいな理論も現在考えられています。
で、さらにこういった、超ひも理論まで含めて全てをさらに統一して考えられるんじゃないかと言われている究極の理論が M 理論というんです。 M 理論、エドワード・ウィッテンという人が1995年に提唱した膜、メンブレイン、膜の理論です。骨は膜でできている。ただ、例えば超ひも理論とかもそうですけど、今私たち の時空っていうのは時間軸と3次元空間の計4次元で構成されています。しかし超ひも理論とかになるともう10次元とかになってくるんですね、話が。で、じゃあ残りの、ね、今時空で4次元だけど残りの6次元はどうなってるかっていうと、例えばあの細い紐とか持ってくるでしょ。で、紐っていうのは大体1次元じゃないですか。でもその紐もめちゃめちゃこう自分たちが小さい観測者としてこうイメージすると、その紐っていうのもだんだん太くなっていって、これぐらい持っているともっと太い、ね、3次元のものになってるわけじゃないですか。要するにコンパクトにまとめられてしまっていて、私たちには認識できないけれど確かにそこにはさらに細かい3次元空間があるかもしれないっていう、でそういう次元の組み合わせによってこの世が構成されているみたいな、表現されているっていう理論が今、研究進められている状態です。なのでまだね、あの物理学者の人たちも今までのね天才的な発想の方々のアイデアをつなぎ今の理論にたどり着いていますが、この理論がね、全ての世の中を紐解いていくにはまだ100年以上かかるんじゃないかというのが現実です。このようにしてね、宇宙論というかミクロの世界というか、いろいろね私たちの知らないところで研究が進められているんですけど、この辺本当に面白いし、あのもちろん試験には出ないですけどね、こういうところを研究していくことによって今君たちが勉強している高校物理や中学物理、まあ、中学理科ですけどね、そういったものがどこに向かっているのかっていうのが見えやすくなるのかな。自分たちが何かこうそういう面白いものを見つければ、こういうものを理解するために今勉強してるんだってことが分かるとね、勉強もしやすいんじゃないかなと思いますし、実際私もなんか今あのいろいろ勉強してるんですよね。こういう宇宙論もそうだし、考古学もそうだし、あと歴史もまた紐解いてますけど、いろんなことを勉強していくとやっぱりこう今身につけている知識っていうのは何のためにね生きていくのかっていう、その部分が見えてきますので、でなおかつここら辺っていうのは私たちをね作っているこのものね、私たちは何で生きているのかとか、私たちの存在とは何ぞやみたいな、そういうところにも関わってくる、まあ、根本原理ではあるので、まあ、興味がある人はね一緒に楽しんでいきましょう。